こんばんは。こんばんは。皆様、こんばんは。今日はお話し会、今年最後なのとアルバムのラストのお話し会ありがとうございました。マジでいっぱい笑いましたわ今日も会場に笑い声が響いてたと思う。超楽しかった、ありがとうございました。今年も2024年も最高なお話し会をありがとうございました。なんかさ、私の横の席がスタッフさんがずらーっておる席なんよね。一番スタッフさんに近い席で、じゃけ私が喋ってる声イヤホンやけんさ、私の声しか聞こえんのやけど、スタッフさん普通にずっと聞こえるんよね、私の喋ってる声が。でマネージャーさん2人に私の喋ってるの聞こえて、うつり笑い、なんていうの、笑っちゃうって言われておもろかった。これよく言われる。超楽しかった。全然話足りない、助けて。あ、なんと助けることができますなんと今は絶賛11枚目シングルの握手会とお話し会の受付中ですので、よかったね助かりますよ、話し足りないそこの皆さん待ってます。皆さんお待ちしてます。そう、完売もたくさんありがとうございます。ありがたいことに神戸と幕張は完売。そう、感謝、嬉しい、ありがとうございます。オンラインはね、全然どの日もゲットしていただけますし、広島も2日間ありますのでよろしくお願いします。楽しみ楽しみ。オンラインはさ、今日が最後だったんやけど、来週ぐらい12月8日に大阪でさあるけ、楽しみ。リアルサンタ、その前の日は京都でさ写真集のお渡し会やけん、そう、盛りだくさん。わーい、楽しみ。そして今日はオンラインお話し会の後に YouTube 配信ありました。見てくださった皆さんありがとうございました。センターがね発表されたんですけど、センターは3期生の曽川咲ちゃん、さっちー、さっちー
おめでとう。メールでもツイッターでも割と話したのであれなんですけど、サッチーのなんかさ、今日 YouTube 見とった方はわかると思うんですけど、サッチーのセンターですって発表された時のサッチーの様子が動画で流れとったんよ。でその間本人すごいもうポロ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 泣きよって、おーおー泣いてる泣いてると思って、後ろにサッチーがいたから、もうかわいいかわいいと思ってずっと見てたんだけど、でも動画が終わる頃にティッシュもらってちゃんと拭いて、ねえ、いざ感想を求められた時はね、ポロポロね、なるべく我慢して頑張って話してる姿が本当に愛おしくてたまらなくてなんだこりゃって思うぐらい可愛くて、私さほんまにしっかりしとるし、もうね MV 撮ったりなんかいろいろ選抜としての仕事もで、サッチーと一緒になることも何回かあったんやけど、マジでさ絶対もし自分がサッチーの立場だったら、こんな先輩いっぱいの中で自分一人ね、同期の中では一人やし、さらにセンターなんてもう超心細いしめっちゃ不安なんですよね、私だったら。もし私がサッチの立場だったと思ったら、でも本当に心強いというか態度にあんまり出さないからめっちゃすごいなというかとも思うし、でもねやっぱり心細かったりすると思うので、いっぱい支えられたらなと思います。かわいいです。かわいいなんかさ、ポロ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 泣いてるからさ、赤ちゃんだねってさ、マムちゃんだねって言ってたらママって言われて勘弁してくれよと思ってママなんて言われたことないからちょっと待ってと思ってマジでやめてって言ってでも2回ぐらいママって言ってきたからおいとおいおいおいってなりました。そう、ママじゃないからでも本当に可愛い、めっちゃ母性が芽生えました、可愛い。うん、みんなで支えますよ。だし皆さん11枚目シングル楽しみにしててください。あとリネタンが初選抜おめでとう。なリネタンもさ初選抜でファンの方の前に出る16人の仕事は今日が初めてだったのに MC を
任せられるなんてすごいよね、ほんと大人の方がね考えてくださるんやけど、リネタンの普段の公演からさ MC とかよくしてくれてめっちゃ面白いけんさ、大人の人も初選抜のあれやけど安心して任せたんだろうなって思います。面白かった。ね、残念なお知らせがあります。めっちゃ面白かったよね。そのノアピがリアル赤ちゃんだから9時までしか仕事をしちゃいけなくて、だから8時50何分かくらいに出なきゃいけないって時に、おめでたいセンター発表しておめでたい感じの中急に残念なお知らせが面白かった。楽しみです。そうだね、残念だけどね、びっくりするよね。あ、そう、ジャケ写出ました。そう、ジャケ写のね世界観めっちゃ好き。うん、東京のスワンさん、なにこれ、これあれだ、シンデレラだ。東京のスワンさん、シンデレラ、これ靴伝わらなさすぎる。東京のスワンさん、シンデレラ、あ、かぼちゃ、かぼちゃ、今日もありがとうございました。こちらこそいっぱいありがとね。シンデレラとはありがとうございます。わあ。ありがとう。てかみんなさ、私髪染めたんですよ。なんか我ながら結構黒いなって思っとって、で配信で見るとさらに黒いなって思ってて、でお話し会の時も我ながら黒いなと思ってたんですけど、マジで全然ほとんど触れられなくて今も全然触れられない。どうですか、ヤッキーでしょ。髪は整えるぐらい切ってもらいました。うん、気づかなかった、ごめんね。素直でいい。素直が一番。そう、すごい、なんでシンデレラなんだろう。シンデレラの季節、シンデレラギフトがいっぱいある。ありがとうございます。楽しかった。今日もいっぱい笑いましたとさ。あ、そう、カウントダウン。わっ、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 わっ。キャン。あれ、今の何？
に一瞬で消えた。今の多分タワーだよね。え、誰が投げてくれた。え、なんかバグかわからんけどさ、ログに出とらん。誰、自首自己発表して。ナルダさん、ナルダさんかなって思ってました。出てなかった、ナルダさんかなって思ってました。ナルダさんありがとうございます。これはどんなタワーか教えてください。このあれ、そうですよね、2個分かなって思ってました。ナルダさん、お高級タワーありがとうございます。すごいなんかきらびやかだったよね、キラキラ。ナルダさん、きらびやかなアニメーションのやつのタワーありがとうございます。武道会らしいです。なるほど、すごいグレーのトレーナーで、すいませんね。武道会、ナルドさんありがとう。あお話し会ありがとう。次のシングルも楽しみしてますね。超楽しみ、いっぱい話せて楽しかったです。ありがとうございます。タワーありがとう、武道会タワー感謝。ありがとうございます。カニゲイヤーかのシンデレラ、あ、そうそうそう、カウントダウンライブが発表されました。びっくり、初めてね、カウントダウンは家族と過ごさなきゃいけないのに召喚されてしまった。これはみんなでカウントダウンするしかないです。こりゃもう、ぜひカウントダウン一緒にしましょう。楽しみ、初めて。うん、カズヤさん、これは次はなんだ。あ、またこれはなんかラブラブタワーシンデレラと王子様のラブラブタワー。カズヤさんありがとうございます。シンデレララブラブ、なんかギュッギュッカズヤさんありがとう、ギュッありがとうございます。お、あと10分で俺の誕生日だ、いえ、うおめでたきめでたき。タワーありがとうございます。話せてよかった、今日もありがとう。あ、楽しみ。だってさ、みんなでジャンプできるってことでしょ、カウントダウンの時。クワトロ揺らしましょう。楽しみや。ステージ上がみちみちになりそう。確かにね、クワトロだもんね。時間帯によってメンバー交代とかするのかもね。あ、確かにそうかもやね。カウントダウン前の時間とかそうかもね。楽屋が不安。そんなことはまだ考えない。確かに楽屋不安。まあどうにか。なるでしょう。楽しみ。
STA 夜行性のメンバー多そうだから問題ないね。そうですね。なんでなんだろうね。というかアイドルの職業的に絶対に朝早起きしなきゃいけないっていう仕事の毎日々じゃないから、女子基本そんな朝早いのがいっぱいなわけでもないし、夜勤かな、夜行性が圧倒的に多い気がする。あ、確かに確かに、ショールームが0時までできるけ、そっから準備、夜のお風呂とかしよったら自然と夜行性になってるのかもね。確かに。なのでカウントダウンは余裕で目が冴えてると思う。そう、最近寝るの何時？2時か3時かな。うん、あと5分で12月。ほんまや。でもさ、最近めっちゃ寒いけどさ、でもあと5分で12月って思うと割と耐えというか、うん、耐えたかも。でもこっからだよね、12月1月2月あたりがめちゃんこ寒ですよね。怖いよ、今からリリーベ。1月にきっとあるよね、リリーベが。基本外、もうそれだけが、それで凍ってしまわないかだけが今は一番心配です。凍りつかないかだけ。あ、田辺先生、見る方もそうだよね。てか見る、見てくれるみんなの方が外で待ってくれる時間も長いし、私たちはさ、あの踊るけんさ、まあなんとかなるんですよ。寒いけど踊ったらまあなんとかなるんですよ。でもみんなはさ、上半身とか腕はさ動かされてもさ、足元とかあんまり動けれんじゃん。じゃあみんなもさ、でも一人では動けれんけど集まってるけ、みんなで動いたらさ、みんな平等に動くけんさ、あれやん。やけんみんなさ、サイドステップ踏みながらさ、寒さ対策したらいい。うん、ありがとうございます。じゃあランキングを読みます。20位世界へ3、もう変わった。20位たかひろくん、39位のりふみ、38位りくりく、37位世界へ3、16位ルディエカさん、15位台湾のコウさん、14位ニャさん、13位シローケンさん、12位ヒロロンさん、11位コイキッコーマンさん、10位ブルーさん、9位ヌルディンさん、8位グリオティーヌさん、7位ミックさん、ラッキーセブン。6位癒し系さん、5位ユリアピースさん、4位陽一さん、3位カズヤさん、スイスイ。あのラブラブタワーもありがとうございました。2位東京のスワンさん、ツーツー、このかぼちゃ、かぼちゃシンデレラタワー、ありがとうございます。そしてそして第1位はピラーヒュン、ナルナさん、イエーイイエイイエイイエイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう。イエイイエイ、このお高級な武道会タワーもありがとうございました。じゃんじゃん、じゃん
ありがとう。ということで今日はお話し会と YouTube の配信と配信ショールームとありがとうございました。じゃあスクショタイムをします。ちょっと待ってね。11枚目。おやすみなさい。11月もありがとうございました。12月もいっぱいめっちゃさ楽しみいっぱいある。お願いします。七並べもありがとう。またね、バイバイ。おやすみなさい。あったかくして寝てね。バイバイ。